今日は24年の2月3日です、はい、で今日はこれからね群馬方面にコスロケをしに行きます、はい、でコスプレはラブライブのコスプレです、コスプレです、はい、でこれは番外編ね、うん、番外編につながってますから、はいはい、自分の方もね、そう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 、番外編のネタコスね、はいはい、じゃあ張り切っていきましょう、はい、えいおー、これからね、うん、丸宮自販機コーナーでね、うん、まあ、ラーメンかそばを、ね、食べますが、確かにそう、はい、まあ、さすがにやっぱ近いね、うん、支部から来るとね、まあそうでしょう、真由美さんのね、支部から近くと、うん、はい、そうよね、今から、ね、2年くらい前だもんね、それでその1年前にさ、旅行したもんね、ああ、そう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 、来たしね、そう2021年か、あ、そうだよ、夏旅行ね、そう、じゃあメロディー、あ、メロディーはどうするかな、4キロメートル、はい、この先メロディーライン、ウサギとカメ、はい、レトロ自販機があるところですな、うん、まあ前に行ったんだけどね、そうね、まあね、まあ、今回も行きます、あ、これ、あ、これだ、ここだ、あ、はい、じゃあ到着、あ、すげえ、あ、よかった、客いないし、あ、ね、よかったよかった、よかったよかった、はい、じゃあよかったよかった、はい、じゃあね、丸宮自販機コーナー着きました、着きました、はい、じゃあ、ね、食べましょう、食べましょう、加藤製作所だってマジか、なんかいろんなね、なんか YouTuber さんの、うん、そう、ステッカーを、そう多分、なんかワッパー気分でステッカー作ってあ、やりたいね、あ、やりたいね、そうだね、あ、そうだね、ステッカー、そう、あのね、いろんなね、ステッカーがね、ここに貼ってあって、うん、あ、ほら、ね、ガルパンのやつとかさ、あー、ほんとだ、そうね、そう、あ、なんとかチャンネルとか書いたやつはきっと YouTuber だと思う、あ、かもね、あー、なんか YouTuber っぽい感じの人もおるよね、うん、まあ見た感じね、はい、じゃあ買いますか、買いましょう、買いましょう、そばでいいね、そばでいいね、なんか大半ま一つねえから食べようか、すでにいそう、うん、あれ、あ、これだね、あ、それだね、それだね、300円だ、安いよね、じゃあ買います、はい、じゃあ天ぷらそば、はい、天ぷらそばにします、で、25、あ、出てきました、はい、出てきました、あ、来た来た、あ、そんなって、あ、そうだね、前来たもんね、なんか、はい、あ、そんな感じだね、はい、なんかね、当たりとね、外れがあるみたい、そう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 、なんか、はい、寒いね、やっぱ寒いよね、寒い、うん、足寒いですね、生足だもんね、生足なんですね、あ、切れちゃうかな、はい、行きました、はい、はい、じゃあ、じゃあ一応この味ね、はい、じゃあ食べましょう、食べましょう、ちょっとね、はい、そう、椅子はちょっと座んない、ちょっと、うん、すごい立ち食いで、はい、いただきます、完食しました、はい、はい、はい、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、はい、呪文完食しました、はい、あったあったあった、あ、ここだね、うん、一応おつゆも飲めなくても捨てられるようなところもあるんで、そうそうそう、まあ、安心してください、もう飲んちゃったからね、はい、はい、じゃあ一応ちょっと全部一通り見ようか、あ、そうだね、一通り、あ、ここだね、そう、大当たり、あ、なんか大当たりが、そう、エビ天が入ってる、ね、そう、はい、ね、ここはうどん、あ、うどん、こっちうどんだったね、で、こっちが、まあ、そば、そばとうどんが、そうあるっていう、で、こっちラーメンね、ラーメン、これね、前回来た時ね、そう、これ食べた、食べました、で、あとトーストサンド、そう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 、そう、で、こっちパンね、パンだね、そうだね、こんなもんかな、外は普通の自販機だね、そうだね、じゃあ行きますか、はい、行きましょう、行きましょう、うん、ここにもいっぱい貼ってあるね、ああ、じゃあ行こうか、あ、なんかノートが、マジか、一応書いて、あ、書いてくる、あ、一応書いておくか、ふわふわ気分、うん、YouTube ふわふわ気分来ました、あ、そうだね、それでいいよ、
はい、ということで、じゃあ、うん、はい、行きましょう。はい、行きましょう。チャンネル登録お願いします。はい。はい、じゃあ行こう。行きましょう。お疲れ様でした。あ、で、次はね、旧花輪小学校に行きますね。旧花輪小学校に行きますな、うん、はい、すごいね、なんかいろいろ教室があったね。あったね、そうそうそう。でね、前回来た時はね、教室で、まあ、撮影会みたいなことを、うん、やりました、ね、やったんで、まあ、今回もできたらやりましょう、うん、そうだね、やりましょう、はい、受付の人がちょっと同じ人だったらいいな、なんかね、ちょっと前回来た時、ね、そうそう、うん、多分 NPO かなんかでしょ、あの、うん、だと思うよ。ただ4時ぐらいって終わっちゃうんで、そうね、だから今のうち、そう、こんな感じね。はい。花輪小学校。やっぱ2時。入館券は東公民館で。お金取るんじゃない、これもしかして。なんかそんな感じだよね。当面の間、入館料はお支払いくださいますようお願いしますだって。マジか。有料になっちゃった、ね。マジ有料になっちゃったんだ。じゃあそっちだね。そこだ、そこ。あ、そうなんですね。うん、そのまますぐこっちが行けるか。うん、あのね、前来た時はね、無料だったんだけど ね、今回、なんか有料化しちゃったんだね。かしそう、なんか前回と変わるね。うん、前回変わっちゃうね。ちょっとね、うん、一応ここでね、買えるらしい。そうね、うん、でね、一応チケット ね、そうそう、入場、ね、入場チケット、そう、はい、一応入場チケットは200円でした。200円だね、うん、前回は無料だった、ね、無料だったけど、そう、俺お金取ってもいいと思う。うん、そうだよね、うん、あまりただただってやっちゃうと、そうよね、サービスの質がさ、そう、下がるからね、そうそう、ここまでやってくれてるのにさ、そう、なんか無料で見れちゃうのっていうさ、そうそうそう、で、どうせこれだって維持するさ、お金だって必要なんだしさ、そうだよね、無料でやったらさ、ね、財源でやんなきゃいけないじゃん、まあ、そうね、この緑市のさ、じゃあ、こんにちは、お願いします。はい、はい、こんにちは、あの、住所とお名前なんですけど、はい、ランチまではいいんですけどね、はい、行きましょう、行きましょう。で、一応、まあ、ここ、まあまあ前に来たんだけど、ね、そう、来てるけどね、で、ここ、ほら、給食のなんか、あ、ほんだ、資料だね、昭和だね、本当に昭和で、ここもあれだね、給食のサンプル、そう、サンプルだね、本当になんかもう、昔の給食、そう、そうだよね、そうだよね、昭和57年49年、昭和49かで52年か、うん、でここ、あ、これで現代だね、うん、そうね、で一応ここでね、資料、そう、資料室で写真そう、うん、画面展示されてる、展示されてるってことですな。で、まあ一応ここ の学校だね、昔のかつての学校が運営してた時の写真だね。そう、まあでもあのその写真のね、なんか質を見ると、まあ、あからさまに、まあ、昭和って書いてあるけど、まあそうね、昭和6年経ってさ、マジかよ、だからもう戦時中とか、あ、戦中か、うわ、昭和、これ戦時中、もう戦だってほら、あ、翌月にはアメリカと戦争を始めます、戦前か、うん、戦前の写真だね、戦前だね、そう、こっちもね、1940年46年、あ、そうだね、戦、これは戦後だね、あ、そうね、戦後、そう、いやだね、一番嫌な年だったろうね、なんかね、そうそう、あ、運動会、運動会あ、いや運動会とかって大好きだからね、うん、大好きだ、そう、あ、ここは明治だね、あ、明治、すげえ、ここが大正、大正だね、これが昭和5年5年か、マジか、昭和初期か、昭和初期マジかよ、すげえな、じゃあ次行こう、うん、まあそれね、やっぱ時代を感じますよ、本当に、ね、そう、思い出の、じゃあそっち、あ、そうだね、とそう、場所によってはね、こう封鎖してるとこあるんですよ、うん、あの、多分管理できないんだと思う、あ、かも、うん、そう、管理できないから、うん、あらかじめ封鎖してるっていう、で、この上が教室、教室、そう、ここなんか、教室、まあ、大して大
なんだろうこの部屋は。なんか謎の部屋。謎の部屋だね。下駄箱っぽいけど。うん。はい。廊下は走らない。はい。走らないよ。でもみんな走っちゃうんだよね。走っちゃう。ほらピアノがね。そうピアノあったそう。そう。あでもあったかいね。まあ光がね差し込んでるからっていうのも、まあ、あると思うけどさ。これマキちゃんで来てたらいいね。ああ、いいね。マキちゃんでそう。こんな感じで何もない部屋。多分きっと。あ、集会そうそう。あ、使ってんだ。室だ今でもなんか使ってる、うん。使ってんの、ね、イベントでやってるんでそう。うん、そう。マキちゃんでね。あ、そうだよマキちゃん。マキちゃんでそう。マキちゃんでだったらガチでね弾けるようにね練習しよう。オーベクション。なんかあれマキちゃん。オーベクション。なんだろう。あ、なんか銅像だ。あ、どうぞだね。あ、社長、社長じゃない。校長そういう。校長だそう。で、ほら、こっち側になんかね。陶器。あ、陶器なんだ。陶器がこの辺にいっぱい並んでてね。うん、で、そこにでっかい。なんか壺。壺がある、うん。で、こっち側にほら、ガラスの陶器。あ、そうね。かなりなんか。骨董。骨董だよね。みたいな感じで。松島コレクションって書いてある。松島。この人はこれは松島。あ、そうなんで。あ、そうだね。この人が、この人は作品だ。かばね。そう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 だ。はい、超そうらしい。前回ここ来なかったわ。ね、来なかったね。うん、前回この存在が、うん、そう気づかなかった。気づかなかった。あ、でも確かにここいいかもね。撮影やるのね。うん、でここね。そうそう。ここがそう。前回来た時にね。そう。そう。まあただちょっとちっちゃいからね。だあの日暮らしよ。そうそう。あの日暮らしのコスプレでここでやるんだったらね結構いいかもしれない。ほらそこそこの大きい椅子もあるから。そう。じゃあこの辺でちょっと撮りますか。撮りましょう。ね。はい、ね、一応ここね、うん、教室がね、はい、でここで一応ショート動画を撮りましょう、うん、はい、はい、あのスマホでね、ああまあでも悪くないかもしれない。あいいねいいねいいね、あめちゃくちゃいいよ、うん、一応ここで写真撮影、そうさね、うん、写真は出しますね、うん、出す、はい、結構よく撮れた、まあそうね、うん、はい、ちょっとこの光のね、タイミングがあればちょうどいいのよ。それもちょっとそう思った。そうね。手取るよりね、うん、こっちの方が、ね、いいなと良かったね、うん。はい、一応ここで撮影しました。うん、ネタやるあれ。あれ。ここにね、あのね、昔のそうそう、タイムだね。そう。うん。ああ、はいはいはい。結構音鳴る、ね。あ、結構鳴るね。そうそう、チャイム。あ、はい。はい。一応ここはおしまい。で、ちなみにここは 6年、そうだね、6年生の教室、うん、昭和の教室を再現って書いてある。あ、そうだね、なんか資料室みたいな。だね、あれなんか前回来た時こういうのなかったよね。あ、なかった。なんかオルボール、パーフェクション、オルボールだね、オルボールだね。おい、ちょっとこれが俺びっくりして、俺ちょっと今ドキッとしたわ、これこれね、そう、急ごぎに動き出してさ、これは一応電気につながってて、あ、そうだ、ね、電動だね、電動なんだね、うん、で、こっちはなんだ、面白ボールブンブン蜂が飛んでて、あ、ここはキッズルームだね、キッズルームだね、そう、うん、あ、これもそうだね、あ、もう、あ、ウサギとカメの、あ、ほんとだ、え、これどういったの、ああ、はい、まあ、こんな感じのアンクルン、アンクルン、本当だ、アンクルン、うん、あれなんだね、これもどうだか、ならない、調整中だね、きっと、多分ね、はい、じゃあここおしまい、はい、次ウサギとカメの部屋、この石原軍団じゃないよ、石原軍団じゃないよ、そう、この石原さんが何かやった作品を作った、作詞、あ、作詞した、そう、童謡の父だから多分作詞した、あ、そうだ ね、そうそう、由来があるところ、教員免状だね、おお、すごいね、教職員になるとこういう免許証が交付されるっていうね、そう、すごいね、でもすごい貴重だよ、こんな、でも今こういう免状ないからさ、まあないよね、そう、ああ、はい、教員免状、あ、こっちもそうね、教員免状だね、1800年か、800年か、すげえ、1800年、マジかよ、すげえ、いや、こういう風に、うん、あれだね、教職員になるっていうね、そうだね、あ、ここもなんかあれね、4年、あ、4年、あ、本当だ、た、
旧花小学校卒業生が設置です。大田区の修復をしています。まあ一応ね、あの本当教室として使えるのはあそこの一部屋だけだね。だけだね。うん、そうやだけ。なんかこういう資料館みたいな感じ、うん。資料館になっちゃってるんで。ここが、ね、駅を再現したさ。そう。あ、ここは前に来たね。前に来た。そう。前回行った時に、ね。そう。うん。同じ。そう。なんでここは変わってないね。変わってないね。ここは、ね、多分花輪駅を再現してるって書いてあったね。確かそっちだよね。まあなんか駅を再現した。そう。そうそう。感じの。こっちね、駅舎みたいなさ。ああ、そう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 、こういうね、ストーブとかなんかすごい年季の年季入ってるね。すごいなんかあのほら広告からしてさあれだよね。昭和っていう昭和だよね。本当にそうこういう広告が、ね、なんか本当レトロな、ね、レトロだよね。うんうん、まあね。あこれもなんか駅みたいなね。あ、こんなかった。あでこれ花輪駅。あ花輪駅そうそう。あそうそうそう。あいいねいいね花輪駅そう。花輪駅でもあるんだそう。ボードって書いてあるんでね。いろんな、まあ、これも自転車なの。自転車の。本当電気の。昭和のチャリだな本当に。うん、はい。旅に行きたいとか書いてあった。ね、この上は何もなさそうだ。あ一応見とくね見とこよ。あなんか視力検査とさ。そう、ね、一応ね全部。あ本当視力検査。ほらあと身長測るやつ。あ本当だ。視力検査で、ね、俺ちょっと見えるかな。でしあのそう身長測るんですね。これってあ小学生だったらこれぐらいで十分。そうそうそう、うん、十分だよ。あここであれだね、座高だ。あ座高そう座高そう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 座高なんて昔測ったよね。昔そう今はないらしいけど、ね。うん、ないけど。うん、じゃあ行くか。はいはい、全部今回全部回ってます。なんか回ってるね。うん、だから一部変わってる場所もあったから。うん、まあ。そうね、だからまた来てよかったかな、うん、来てよかったですね。じゃあせっかくだからここもまあ第一教具室本だね。あ、本だ、ちょっとしたね、本が置いてある。うん、すごいね、もう本当年季の入った、ね、そう、一休さんがある。あ、一休さん一休さん、本当だ、一休さん、 さんだそう、こっちもすごい。ここもなんか本当に年季の入った年季の入ったね、そう、うん、ロビンソンの冒険とかいい、ね。でここがさあれだね、資料館だね。ここ歴史のあれでしょ、このあのね歴史のね、あの一応年表になってるとこ、ね、このね旧花輪小学校の年表だね。1900あれだね、まあこっちは一番新しいって2002年だね。あそうだね、うん、2000年でも古いけどね。20年前だからね。もうね、なんかいや俺こういうの見ると俺人の一生っていうのは結構短いんだよ。長いよね。長いよで、そう、うん、そう、確かに生きれないんだよ。リードオルガン。あのここもだからあれだね。昔の漫画っていう。漫画だね。少年世界。少年世界だね。お、いいね。あ、ある種の幻博覧会だ。あ、そうだね、うん、だと思うよ俺。いい、でもいいと思うよ、うん、200円の価値はありますよ、うんうんうん、いやでもまあ、 あのこれで本当あのコスプレやって 写真撮影までやったらこれお釣り来ちゃうよレベルで。お釣り来るで、うん、お釣り200円で、そう、うん、あでここもまあ一緒、まあ、そう白感だね、うん、あ、そあ卒業証書だったんだね。あ、すごい。今泉家と共同花は。あ、ほんとだ。もう、裏あるけど。うん、こっちはダメだね。だこれは、ね、消防の、なんか、そうホースだって。ホースだね。これは昭和だね。あ、昭和だ。12年。あ、ほんとだ。ほんとだ、ほんとだ。昭和で稼働してたんだね、こういうのが。ねその学校建設に関わった人たちの、あ、そうだね。そう、うん、そうです、ね、そっち側に設計図があるし、ああ、昔はこういう感じに、そう、設計図、うん、設計したんだね。で、一応これでおしまいね。一周して、うん、これでおしまいです。はい。なんかこんなほら。ね、すごいね。あ、はい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 、木で作った工作。はい、ありがとうございました。結構良かった。良かった。うん、いや全然ね、あのいいですよ。
で一応この後の予定はダム湖の方に行きます。そうだね、まあ、ちょっとドライブして、それであのぬいぐるみがいたとこがあったじゃん、あそこでエンディング撮って、うん、あそうだね、うん、あとエンディングのエンディングも、あそうそう、それはダム湖で撮る、あそうだね、うん、またダム行くのかよよく行くよねダムとか、そうむしろよくダム行きがちなんだよね、うんうん、あのね高いとこ怖い怖いって言っててさ、なんかよくダムに行くのよ。ここはねやっぱいいな、うん、ちょっとお気に入りの場所ですここは、ね、はい、じゃあこれからね早期ダムの方に行きますな、うん、はい、まあ、ダム一周する感じかな、そう、うん、そうだね、ダム一周してあのぬいぐるみが、うん、なんかぬいぐるみがね2つぐらい置いてあったの、ああうん、そこ行ってみようか、そうだね、はい、じゃあね早期ダム、そうでも近いよね、近いまあね近いけど、まあちょっと前はねあの早期ダムの下の公園とか行ったんだけど、そうそうそう、まああんまり、まあ、普通の公園だったよね、公園だったんで、そうそう、あのなんとか運動公園っていうね、そうそう公園だったんだけど、本当にただ普通の、ね、普通の公園だったよね、あのなんかグラウンドがあったりっていうね、まああんまり、まあそこは行かないとして、うん、そうね前回だから、だからね今回公園はいいや、そうね、うん、水ちょっと行くなんか、うん、そうよね、すごいよねなんかね、すごい。この橋もすごいね。ね、この橋もまたね、早期かな。そうそうそう。早期湖だね。はい。ここはね、ダムね。ああ、はいはい。これ橋がほら見てる。ああ、ね、すごい立派なアーチ状だね。うん。まあこんなもんだな、今日はな、うん。ちょっとあまりやりすぎると遅くなっちゃうからさ。まあね、そう。まあいいと思うよ。こんなもんだね。うん、はい、到着です。あ、なんかね、人形がある、人形が売ってます、はい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 、一応ね、ここがあの早期湖展望台ってとこ、うん、はい、で、ここね、あのぬいぐるみさんがいるとこ、そうそうそう、スヌーピーとプーさんがそう、まあ、なんかかなり人気入っちゃってるけどプーさんと、がスヌーピーだね、スヌーピー、そう、なんか手帳がある、ちょっと見てみるか、うん、あ、YouTuber だ、あ、YouTuber、あの、マジか、YouTuber かだね、あ、だからみんなここになんか書いていくんだろうね、書いてるんだろうね、うん、記念に、あ、書く、あ、でも書くものがない俺持ってない、自分持ってない、あ、ある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 、じゃあ一応書きます、うん、はい、はいはいはい、こんな感じで、はい、書きました、まあね、はい、じゃあ一応、まあ、プーさんとね、うん、そうね、そう、すごい、スヌーピー、すごい、なんかもうかなりね昔からいる感じ、そうね、そう、前3年前来た時もここにいたんで、うん、まあそう、そうね、あまあここもちょっと怖いわ、ちょっとせっかくだったらこういう、早期ダム、早期ダムです、ですはい、ね、寒いね、じゃあエンディング撮っちゃうか、ということで今回の動画は以上になります、よかったと思ったら高評価、それとチャンネル登録よろしくお願いします、よろしくお願いします、それとコメントもよろしくお願いします、よろしくお願いします、最後までご視聴ありがとうございました、次回の動画もよろしくお願いします、それではまた。